なぜ逃げるぞ誰か。実験スロット44、私はスーチョン。クライアントは本店未来技術者、対象は白人男性のローランド・ワレス。ワレス君、聞こえるか？はい、スーチョン博士、よく聞こえます。よろしい。では今から臨床実験を行う。ロット44にはエンレイジというコードネームをつけた。それにはある傾向が見られる。なあ、彼を押さえつけろ。ナース、ナース。逃げないでよ、ね、逃げる人は薬ちょうだい、早く。
クライアントはフォンテインミライ。敵に投げつけましょう。グレネードもキャッチして持ち主に返却を。技術者、テレキネシスプラスミドに関する実験。まず、物体の空間移動は一切なし。銃弾を止めることまではできないが、速い速度で動く物体をキャッチして投げることはできた。問題はプラスミドではなく、発光時間にあるようだ。ここで新しいアイデアを思いついた。
に行きな。逃げなさい。それしかできないものね。